はいいよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の理科をやっていきましょうで問題5もありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば今からね自分が解説しながら答え書いていきますので聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますほんじゃ画面下げますのでお待ちくださいいくよ というかあれなんですね2020年の理科はこれがおおぴったり初ですね、えー、今年もよろしくお願いしますあぜひねあの去年まで取ったものもぜひ受験勉強に使ってみてくださいよしじゃあ参りましょうで今回は、えー、中学校3年生で習うイオンのところですねの実験なんですけど、えー、H の、まあ、試験管を使って電気分解をしていきます電気を流して分解する電気分解ってやつですね で、まあ、今回ちょっと変わってるところがあってまず薄い塩酸ちょっとょっと薄い書いてないね薄い塩酸と薄い水酸化ナトリウム水溶液を電気分解していくんですけどこっちはねなかなか電気分解では見ないですというか今回問題に関わってないからねほとんど、まあ、多分4番のその電極の中で、えっと、陰極の方を選ぶっていうので、まあ、使いたかったのかなっていう感じはするんですがえ上ですもうこいつが主役。 いいかい薄い塩酸の電気分解はめちゃくちゃテストにテストとか受験もね含めて出てくるので、えー、しっかり押さえておきましょう。でまずですね、まあ、ちょっと簡単に書いておきました、まあえっと、表があったでしょ一番下に表でその A からは水素これね A から水素で B から塩素が発生しますとでそれぞれの発生するこれが10立方センチメートルかでこっちが0.2立方センチメートルみたいな、まあ、表は書いておいたんですけどでまず一番が えーと薄い塩酸とか、まあ、水酸化ナトリウム水溶液のね溶質のように水溶液にするとこれ電流を通す物質のことを何と言いますかっていうでこれまず、えー、答え書いておきましょう、まあ、よく出てくるからね、えー、電解質ってやつですこれで電解質と言いますこれが答え1番ね で電解質の中で有名ならはここです。やっぱり薄い塩酸の。まあ、えっと、薄い塩酸というか今言ったようにこう水溶液にした時に電流を通す物質のことなので正しく言うと塩酸が電解質ではありません例えばちょっとこっち後で言いますね。水酸化ナトリウム水溶液ってあるものが水に混ざってこいつになってます。さあ何かって言われた時にこれまあ名前書いてあるからねここです。えー、水酸化ナトリウムっていう こいつが水水水にに混ざっってて酸化ナトリウム水溶液になってますだから、えー、これ今ね例えば <laughs> こんな問題出てこないけど水酸化ナトリウム水溶液の電解質はどの部分かみたいなって言われた時には、えー、今水酸化ナトリウムと水が混ざってるって言ったでしょそれの混ざってるこいつね、まあ、問題文にもあったけど溶質のの部分です物質の方この水酸化ナトリウムが電解質だからねいい でこれ今回問題文には書いてあるんだけど、えー、皆さん塩酸塩酸って何が混ざったものかってこれ覚えといてください。塩酸は塩化水素っていうこの物質が混ざったものです水にね。だから今でいう電解質はこの塩化水素です。 ここいつとかこいつつととかかあともう一個ちょっとおまけで覚えてもらうんだったら食塩だねだから食塩水に溶かすと食塩水にこれカッコつけるとよくないな <laughs> カッコつけてよくないかどうすっからえー、まあいいか <laughs> カッコにしとこう食塩は仲間で覚えてくださいだから食塩水になったらそれを水へと電気流れるんですよ水に溶かすとねでやっぱりこの電解水やった時に 覚えてほしいのがその反対ねつまり、えー、水溶液水に混ぜた時に電流を通さないものが、えー、その電解質にこの非っていうのをつけて非電解質って言いますまあこれも出てきますテストで非電解質電流を通さないものねでこいつで有名なのがここから二個押さえておけば大丈夫まず砂糖です 砂糖水水はね水通さないんですよあとエタノールこの2つを覚えておいてくださいまあ普通に非電解質っていう答えをテストで書くパターンもありますしじゃあ例えばね塩化水素水酸化ナトリウム食塩砂糖エタノールっていう5択がありますあいうえおみたいなその中で非電解質を選びなさいって言われたらこれ選べばいいよねいかそんな感じで出てきますので押さえておきましょう で、えー、2番ですねガラス缶瓶に集まった塩素こいつです塩素ね塩素が主役の話でこいつが、えー、と少ないんだよねめちゃくちゃ他に比べるとだってこれ1 0 1 5って集まってるのにこいつ0.2だからねなんであんなに少ないのっていうでこれはまあシンプルです塩素の特徴なんですけど塩素って水に溶けやすいんですよだからこれが答え それに比べて水素とか酸素っていうのは水に溶けにくいんですね。溶けにくいから、その水とまあこれからね、電気分解した時に溶けにくいからちゃんと電気分解した時にちゃんと分解されるの。でも塩素は <laughs> 水と仲良しになりすぎちゃってて、もう出てこない。そう。だから少量なの。で、ちなみに塩素の特徴として、まあ水に溶けやすいっていうのを覚えてほしいんですけど、まあもっと有名なところで言うと、えー、漂白とかです。あとまあ殺菌とか刺激臭で、ね。 あ毒持ってるんであいつ塩素毒持ってるから、まあえっと、刺激臭がありますちょっときつい匂いがねみんなの身近で言うと今年コロナでねプールなかったと思うんだけどあのプールのさ塩素消毒した後の匂いって分かるじゃんツーンとするやつまああいつね塩素で消毒してる殺菌するためにね菌を殺すために塩素を使ってるあとは洗濯物とかの時に漂白え汚れを落とすとかって意味であ白くねするって意味で、えー、使ったりするのも塩素ですいいかな で3番は薄い塩酸 <laughs> ずっとこっち主役だからねこの話ばっかしてる薄い塩酸は塩化水素の水溶液ですと書いたね塩化水素を混ぜたものだとで塩化水素の電離の様子を正しく表すために AB に入るイオン式を書きなさいとよいしょこうですね HCl が書いてありますこれ塩化水素です Cl が塩素 H が水素ですよね、まあ、くっつけて塩化水素は HCl っていうふうに書きます化学式だとねでこれを、えー、と電離の様子をイオン式を使って書くとでその普通の、えっと、分解だと H 2とか Cl 2って書くんですけどイオン式の場合は H と Cl を使うんだよね使う H と Cl 分かれてるからさ使うんだけど それぞれにイオン式っていうのはプラスとかマイナスが決まってます。で、これは覚えなきゃいけない。めんどくさいけどね。例えば H。こいつはプラスです。で、プラスの書く位置は右肩です。H2 みたいに下に書いちゃダメだよ。右肩に書く。ちなみに CL は CL マイナスです。これで終了です。これだけ。で、これを水素イオンって言います。水素イオン。 で、こいつを「塩素イオン」って言いたいんだけどちょっと名前が言い方変わって塩塩化化物物イイオオンン。と言います。塩化物イオンでこっちが水素イオンね。でめちゃくちゃ余談になっていきますけど話取れるけどね。電離、今ありましたね問題文にあった塩化水素の「電離」の様子をって。電離っってて何かっていうと、その物質を水にに、混ぜた時に 陽イイオンインイオンンと陰に分かれることを言いますもう一回言うよ。電離っていうのは、陽イオンと陰イ,イオンに分かれることです。陽イオンと陰インオン何かっていうと、プラスを持ってるこいつらが陽イオンです。マイナスを持ってるこいつが陰イ,イオンです。分かれてるよね。だからこれが電離って言います。逆に言うと、電電離がが起こっててかれてるから電気が流れるら気流ますよろしいでしょうかあ。こいつらは電離しないんよ。砂糖とかエタノールは。 砂糖っていうまあ分子がありますよねこれが分かれずに差分子のまんまいるから電気流れないこいつは例えばねいいかなで4番でございますでここはまあちょっとポイントがありまして、まあ、今電気分解してますよねで電気分解してる時あちなみに電気分解ってみんな人生初めて出てきたのここじゃないからね中3じゃなくて中2で習ってますどこかっていうと水です 水の電気分解っていうのが一番多分初登場そこだと思うんだけどごめん小学校とかでやってたらごめんねでまあここでまた電気分解出てくるわけですが必ず陽極と陰極ができます陽極と陽極陰極と陰極はありえないですどっちかが陽極になりますでそれの組み合わせを覚えるポイントがあってこれねこの言葉覚えておいてくださいえっ、ー、とどこがいいかなどこがいいかなここでいいかまあこれ俺が言ってるだけだし あの他のね覚え方とかもあるだろうからみんながもうすでに知ってるやつはそっち使ってじゃあもう今でもこの「陰水陽酸」っていう言葉をずっと使うんですけどこれ覚えてくださいよかったら陰水陽酸ですこれ何かっていうとつまり実験出てきたら水素は陰極なの酸素は陽極なの。 でここはさ、あれ酸素ないんですけどってなるんだけどいやいやいや水素陰極でしょってわかってるからこっち陰なんだよでさっきも言ったように陰極陰極の組み合わせありえないからこっち陰極決定すればこっち陽極なんだよねでこっちはもろにさ水素と酸素出来上がってるから陰極が水素でしょ噛んでる水素でしょ、えー、でこっちが酸素は陽極 この飲水予算を覚えとくだけで大体できる <laughs>。いろんな問題で対応できるからぜひ覚えといてください。ってことで今陰極選べって言われてるから A と C になるので答え回答欄は A と C と。これで終了。でラストですね。電極装置の電圧を変えずに電気分解の装置に電流をしばらく流し続けるとつまりえずっと流してる電気をね流していくと 流れる電流の強さはどのように変化するか最も適当なものを追加す一つ選び記号で答えなさいと、まあ、強くなるか弱くなるか変わらないかここで答えをまず書いちゃいましょう理由は後ほど、えー、答えは弱くなります弱くなる答え入ってるよね OK えー、理由を説明しますえっ、ー、とですねさっきも言ったように電流を流れるっていうのは電流がポイントです電流ここですね 陽極と陰、えー、ごめんなさい。陽イオンと陰イ,イオンに分かれることによって、こいつらを使って電気が流れていく。いいね。だから逆に言うと、こいつらがないと電気流れないんだよ。砂糖さっき言ったね。こいつらは陰イ,イオン、陰イ,イオンとか陽イオンを作らないと。分子のままでいるから電気流れないやないかいってなるわけ。ってことは、こいつらがね、えっ、ー、と、なくなっちゃうと、もちろん電流流れなくなります。 で結論から言うと今最初あったんだけど電流を流していくとどん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 イオンがなくなっていくんです。イオンがなくなっていくから当然流れる電流は減っていくよねこいつらがいなくなっちゃうからだから流れる電流は弱くなります。でここでまあ一つ疑問ができるわけですよ。なななんでなくなるねんお前らっていう話。でここは完全に問題とは関係ないです。余談にはなるんですが、えーと 今回たまたま問題になかっただけであってめちゃくちゃ大事なポイントなのでよかったらもうちょっとお付き合いください。仕組みをちょっと話します。で、こっちね、説明していくんですけどさっきも言ったように薄い塩酸っていうのは塩化水素です。塩化水素。だから水に塩化水素、水の中に塩化水素をパーンって入れた瞬間にえっ、ー、と、さっき言った H プラスと Cl マイナスっていうイオンがいっぱいできます。いっぱいできる。で、ここで プラスとマイナスってやつのちょっとイメージを持ってほしいんですけど CL マイナスっていうのは、まあ、CL っていう粒にマイナスくんが一人くっついてるイメージでいてくださいいいかいマイナスってのはマイナスくんですこいつが何かは後ほどで H プラスは間違っちゃいけないのは H にねプラスくんがくっついてるみたいに行きたくなるんだけど違うんですプラスくんはこのようにおりませんえー マイナスくんが一つ足りないって意味なんです。ちょっと難しいね。発想が難しくなるんだけど、マイナスくんはマイナスくんがいるんです。プラスっていうのは、マイナスくん一人分足んないんだよっていう状態。ちなみに、2プラスとかもいます。で、2プラスっていうのは、マイナスくん二つかけてるよってアンパンマンの頭に二人分あげちゃったよみたいな状態。いいで、このマイナスくんは何かっていうと、こいつを電子って言います。電子。 まあここの単元の勉強ではよく出てくるね。電子、電気の子供です。こいつはマイナスの電気を帯びております。だからマイナスくんね。で、今何が、な、どういうね、流れになるかっていうと、まあこいつらが溝の中プカプカいるわけです。こいつらが。で、まあ、今書いてないけど、本当はここにね、極があるわけよ。あの、なんだっけ、入ってて、えっと、で、あの、電極が入ってるわけだけど、で、まず、B の方で塩素が発生しますよね。 で、まず、この CL マイナス。こいつが B の側のまあ電極のね、近くに寄っていきます。まあ、ここに電極あるんですけど、こうやって。こっちも書いとこうか。寄っていくと。引き寄せられてね。ちょっとはみ出して書くよ。こう CL マイナスが近づいてきました。そこで何が起こるかっていうと、近づいてきて、俺、電子いらないっすって言って、このマイナス区をポイってします、こいつが。つまり、 離れるんですちょっとこっちに話しておくよ。マイナスくん。そうすると CL マイナスはマイナスくんを話したことによって当然 CL に変わります。でもね、ちょっとめんどくさいんですけど CL、こいつは1人じゃ存在できません。ペアが必要なんです。だからもう1人。あ、俺もちょっと CL、ま、あのマイナスくんいらないっすっつってマイナスくんを話したやつがいます。そうすると CL が2人できました。俺らコンビ組もうぜ。ってことで ここがコンビを組みますそうすると CL が2個でいきますよねこうくっつくこれが CL ってやつですいい昔勉強した化学式ですねこれが塩素です塩素こう CL 合体することによってブク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 って塩素が発生して集まるんです塩素がいいまず CL くんえっと葉極側はこういうことが起こってるって覚えてください CL ママイイナナススこいつがねマイナス君を手放してるとだがしかしじゃあこのマイナスくんどうするのっていう話でこれが電源掃除の方は通っていきますけどこう通ってマイナスくんこっちに移動してきますこうやって移動してきたでそこで役目があるんだよね H くんがいます俺ら1個足んないんすけどってなってるだからちょっと色変えましょうかこいつらはですね足らないので そこにマイナスくんを入れる。H、H プラスの足りなかったところに合体します。新しい顔になる感じです。そうすると、綺麗な H となって、こっちに書くけど、こうやって H が出来上がるんです。マイナスくんを1個くっつけることによって。で、もう一人。ここもね、H もね、一人じゃ存在できないよ、こいつ。だから、もう一人頭のかけたね、H くんとこにマイナスが飛び込むと。そうすることによって、もう一人、 H ができる俺らペア組もうぜコンビ組もうぜってことでコンビを組むことによってこいつらは H 2になりますこれが水素でそれがブクブクブクってブクブクブクって集まっていくわけこうやってこれが塩素と水素の発生ですこうやって発生しているという流れでまあこの流れは絶対覚えてくださいこれめっちゃ出るからね で、なんでこれ説明したかっていうと、ちょっと戻るわ。今、CL マイナスとか H プラスありましたよね。もともとあったんだけど、CL マイナスはマイナスくんをパッってすることによって CL になりました。H プラスくんはマイナスくんをもらうことによって、俺らは H になりましたと。どん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 期待になっていく。当然、もともといた CL マイナスとか H プラスは減っていくよね。期待になっちゃったんだもんみんな。 だから減っていくイオンが減っていくから電流が流れにくく、まあ、弱くなっていくっていう流れになるってまあこれを言いたかっただけよ本当はねいいかな、まあ、この辺もぜひ押さえといてくださいでまあ思うよねみんなねこっちはどうするのっていうで実は水酸化ナトリウム水溶液の電気分解はやらないんです中学でこれ高校の単元なんだよね高校の科学の単元なんですだからちょっとまあ今回は説明しないんですけどまあでも水酸化ナトリウム水溶液は このページ、このページっていうか、ここの単元、イオンの単元ではよく出てきます。なぜなら、こいつ、アルカリ性能よく出てくるから。で、これはもう余談よ。余談。もうちょっともう切ってもいい。ただ、勉強にはなると思うけど、一応説明する。今回の実験と外れる話なんだけど、水酸化ナトリウムっていうのは、表すと NAOH と言います。これがナトリウムイオン、NA ね。OH が、えっ、ー、と、水酸化物イオンってやつです。で、 ちょっと無理やり書きますけどこれをね分けると NA と OH になるんですちょっとこんな感じで書くとねで NA はナトリウムさっき言ったナトリウムイオンでこいつが水酸化物イオンですこれに物つけて同じく塩化物イオンの物と同じでこの o h スっていう水酸化物イオンこいつがすげえ大事で俺がよく言うのはこれアルカリ性のボスって言います俺がちょっと書こうかせっかくだしこれアルカリのボスなんです 何かっていうと、こいつを持ってるとアルカリ性なんです。アルカリ性。で、ちなみにね、まあ、内々性っていうのはアルカリ性、酸性、中性あるじゃん。ちょっと中性は置いとくけど、アルカリ性のボスこいつ。OH マイナスよ。じゃ、酸性のボス誰って、酸性のボスこいつだから。H プラス。これ酸性のボス。H プラスを持ってる水素イオンを持っていると、酸性になります。で、この知識を、 押さえておくと、まあ今回のね問題ではなかったんですけど、有名な問題の対応できますので、あの有名な実験があるんですよ。元々酸性にしておいて、ちょっとずつ水酸化物、水酸化ナトリウム、水溶液を入れてってアルカリ性じゃなく中性、アルカリ性に変えていくよっていう。まあ、多分ね知ってる方も多いと思うんですが、そういう実験にもつながりますので、よかったら覚えておいてください。 はい。ということでね、余談の余談が続きまして、だいぶ長くなってしまったんですが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また今年もね、理科ちょいちょいと取っていきますので、ぜひ受験勉強のお供に使ってもらえたらと思います。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。